か今までのより強そうじゃね。気をつけて、ラン。サンダーのドローはまだまだあるな。もう一人の工作員はこの先だ。俺はここであいつらの相手をする。二人で合流してくれ。いや、一人じゃやばいって。私たちも。いや、これも俺の任務だ。引け。おい、行こう。いいのかよ。今の私たちじゃ逆に足手まといになる。だから先に進もう。第15幕ゼロ番魔鋼炉の黒魔導士。あれがその工作員か。でも様子がおかしくない？なのか。それで終わりですか？抵抗しないのならすぐに死にますよ。こんなところで死んでたまるか。大丈夫？よく頑張りました。テクニカルキャンセル。私の前で発動された式は全て無になる。おはようなのです。あれ、え、タマ。はい、なのです。また会えてよかったのです。おお、マジか。よかった、戻った。タマも急に出れなくなってびっくりしてたのですよ。力が戻ったのなら先に進みますよ。あ、彼女はシェルクさんというらしいです。ツインエースですか？そこの人だってことなのです。あ、やっぱりもう一人の工作員の。もういいですか？先に進み。さっきのは無色の力というらしくて、何でも発動している魔法とか技とかを強制的に消し去るすごい力みたいです。そうです。おお、なんかすげえ。それで二人の封印を壊したのです。
でもうまくいったのかどうか結構ハラハラしてたみたいなのです。そんなことはありません。すべて計算の上です。彼女もきっとセイバーなのです。よっ、二人の救世主なのです。そうだね、ありがとうございます。おう、マジでありがとな。何を言ってるんですか。これは任務です。早く作戦を進めますよ。さあ、早く作戦を進めましょう。ここから先はミラージュたちがたくさんいます。あなたたちの活躍期待します。おう、任せてくれ。そうね、こっからが私たちの本領発揮ね。
残念。私は何も知らない。どうする？どの魂に触れる？この先の道は長いですよ。そこの宿屋で休んでいきましょうよ。いや、まだ疲れてないから大丈夫ですよ。今日中にここを越えたいし。面倒な。急に力が。おっと、思わず正気を奪ってしまった。まあ、若者はこのぐらい血の気を抜いといた方がいいっすよね。おい、客引きの調子はどうだ？あ、姉子、今ちょうどお一人様をご案内するところでしたよ。ん？なんだこいつは。魂が抜けたような顔をしてるが。聞く？いやー、腹ペコなんじゃないですかね。早く宿に連れてってあげましょう。そうしましょう。ふむ、そうか。リフィア、こいつを宿屋に運んでやれ。私とアンデッドセレブは例の場所に向かう。はい、では気をつけて行ってきてくださいね。例の場所って何のことです？ああ、この先にまた厄介なミラージュが現れたそうでな。昔のお前みたいに神器臭いやつらしいから、とっとと排除してやりたいんだが、お前も付き合え。昔の私みたいに神器臭い、えらい言われようです。チクチク。いいから行くぞ。なあ、待ってくださいよ。この辺っすか？へえ、土の湿りがちょうどよくて怨念をためるのに適した地質ですね。そうか、この辺はお前みたいなミラージュが住み着きやすい場所らしいな。誰だ、誰が邪魔立てをする。この地は渡さぬ。金持ち野郎、貧乏な俺が相手だ。また珍しく前の話を覚えてたのは感心するけど、もしかして私がお金渡さないのに抗議したいの？ちょっと。わかったわよ。はい、一ギル。わーい、これで欲しいものが買えって。姉ちゃん、これ何も買えねえよ。来るわ。って来ちゃったの？この話終わりなの？ミラージュでしたね。私の怨念の火じゃなかったっすよ。しかし最後はちゃんと消え去っていったな。ええ、そうっすね、うん、お前はなんでああいう風に潔く消えないんだ？なんでそんな切ないことを。私、いらないコスか？うむ、まあコキ使っていればそのうち成仏するだろう。いや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 、私はまだこの世で生きていこうかと思ってるんですよね。帰ってさっきの客を接待するぞ。はい。私芸とかあるし結構役立ちますよ。ほう、例えばどんな？例えば顔芸とか。うべ、どけせ。役に立たん。
したの？どうする？どの魂に触れる？お前たち、今日が何の日か覚えてるか？下克上の日クポー。おう、海賊世界は下克上と力あるものがお頭だ。さあ、今日俺に挑戦するやつはいるか？今日こそはモグがお頭になるクポー。おうおう、いつにも増して威勢がいいな。今日はどんな手を考えてくる？太古の金珠を手に入れたクポ、船長覚悟クポ！クッポクッポクッポクポ！どうした？クポ、おかしいクポね。あ、最後クポポだったクポ！誰だ？我を強制召喚したやつだ。使ったのか？貴様か！我を呼んだのは。ちょっと話を聞く、クポ。ほう、下克上の人はなかなか楽しそうな日ではないか。ならば我が相手だ、人間よ。この国も貴様らも全て我の配下に置いてくれよ。ちょっと違う、クポ。あんたはモグの。力のある者が奪うのだろうが。さあ、行くぞ。上等だ。おい、獣野郎。俺らも下克上等だ。どっちが強いのか決着つけましょうか。俺の本気を見たら後悔するぞ。下克ってなんだ？学校から帰る時間と関係あんの？ラインにしては難しいボケだけど、下校時間とは何の関係もないからね。ニャンが下校なんて言葉を知ってるのは驚きなのです。いや、普通それくらい知ってるだろう。あれだろ、カエルが鳴くから帰ろって。この人、下校時間だと思ってるんですが、不憫だね。本当なのです。びっくりしたクポ。
ちゃんと呪文の効果を確かめてから使えよ。モグはぶっつけ本番、料理も味見をしないタイプ。クポ味見しろよ。だからお前の料理はいつもなんか怖いんだよ。お茶飲む？どうする？どの魂に触れる？これは異常事態だ。あの二人に連絡を取ろう。はい、切符を拝見。呼ばれて飛び出たくぽー。よく来てくれた、古き友よ。さてさて、どうしたトンちゃん。ああ、いつから私はトンちゃんと呼ばれているんだ。シャキッと話すくぽ。いや待て、二人とも、いつから私をそんな風に呼ぶようになったんだ。いつからって、やだな、今さっきだよ。世間では仲良しは相性で呼び合うものだって聞いたクポ。だからそうするクポ、トンピ。待てお前ら、ツッコミどころが多すぎだ。じゃあ例えば、私がお前らをサバッチ、マーゲリンなどと呼んだらどうするつもりだ。どんとこい、トントン。オッケー、クポ、トンピョン。わかった、もう何でもいいが、ブーブー泣きたくなるような名前は勘弁してくれ。ほう、なるほど。霧を媒介にして、たとえ異界でもつなげてしまう、この不思議な闘技場が突如巻き起こった原因不明の混乱により、ミラージュたちが暴れ回っている。ノクポね。解説ありがとう。そういうことなのだが、よかったら二人の力を貸してほしい。サボッチ、マーゲリン。おほほほ、わかったぞ。大船に行ったつもりでいるがいい。もちろんクポ、みんな仲間クポ。ありがとう。来るぞ。さあ、どこからでも来い。カモンクポ。
次だ。はい、次のお客様。まだまだいけるっぽ。どうする？まだいけるか？肩が来るですな。いや、肩ねえし。もう元気かと。しかし、このミラージュたち、まるで何かから逃げているように感じないか？ただ暴れてるだけじゃないクポ？確かに、まるでこちらが追いかけているような錯覚に陥るでありますな。だいぶ手ごわいミラージュが増えてきたな。さすがの私でも足に限りが見えてきたかもですな。はっ、合体クポ。合体？そうクポ、あのデコボコ兄弟みたいに積み上がるクポ。確かに、あやつらはそうやって強くなってるですな。では順番はどうする？それはリーダーが決めるクポ。ちなみにリーダーはじゃんけんで決めるクポ。いつも船長とやってるクポ。じゃんけん。じゃーんけんクポ。はて、これは誰が勝ってるのやら。そもそも我らの手では。やったクポ、モグの勝ちクポ。はえ、ということでリーダーのモグが順番を決めるクポ。まあいいか。さあ、行くクポ。少々、頭がかゆいですな。動けん。こんな！もう、本当にこれ師匠の修行なの？人の声だと。サマーソルト！ミラージュたちが逃げ回っているのは、あの娘が原因ではないですかな。そのようだ。よし、あの子を止めるクポ。何言ってきたって負けないわよ。メテオストライク。強い。これでは。みんな耳を貸すクポ。こそ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 。よし、やってみるでありますか。うん、行くぞ。私はここだ。格闘少女よ。また出たわね、サボテン大さん。さっと。え、避けた？懐かしくも感じるぞ、この焼き鳥。あ、いやいや、やり鳥。さあ、私はここだ。そうです、私がトンベリです。それちょっと痛かったわよ。今だ。トリプルモグスペシャルクポ。見事成敗。この子はグリモワルに返しておくとしよう。どうやら最強コンビここに誕生クポね。ですな。
悩んでるの？どうする？どの魂に触れる？とラン、面白い兄弟だったよね。あ、そこはもうちょい右に行って。それでリュックとやら、お主はどこに向かっておるのじゃ？そりゃもちろん宝島だよ。ほう、そんなものがこの下界にあるとは初耳じゃな。宝箱だらけの楽園みたいな島なんだ。海流が激しいから泳いではとっても行けなくてさ、アダマンに会って助かったよ。危険を冒してまで行きたいとは。そんなに宝探しは楽しいものかの？もちろん。私が生まれる前から眠ってた宝たちが長年の時を超えてこの手に。感動だよね。感動か。久しくそんな感情は忘れておった。羨ましいな。そう？じゃあアダマンも一緒にトレジャーハントしようよ。わしはこの下界から出て生きることはできん。だからこそリュックの自由な生き方が羨ましいのかもしれんな。ふーん、そんなもんかな。あ、見えてきた、あの島。お安いご用じゃ。帰りはどうする？こんだけお宝があるんだし、海を渡る手段もきっとあるよ。そうだ、アダマンもなんか持ってったら？そこの宝箱には何が入ってるのかな。うわっ、ミミックだー。ミミックよ、加勢するぞ。これのせいで宝箱開けるのを一瞬躊躇するのよね。タマはびっくり箱が嫌いなのです。しかし、そこに宝箱がある限り俺たちは戦うのだ。いや、決め台詞っぽく言ってもただの貧乏症だから。行くぜ。どうってことないって。実力通り。こういったこともあるのじゃな。まあ、たまにね。それでもお主は宝探しを続けるのか？もちろん。だって私は生粋のトレジャーハンター。お宝が私のこと待ってるんだもん。そうか。では気をつけて旅を続けられよ。トレジャーハンターか。ずいぶんと楽しそうじゃったな。我の眷属もリュックを見習い、冒険の旅をするのも良いかもしれん。頼めるかの、ミラージュ使いの兄弟たち。休憩中。どうする？
する？どの魂に触れる？どうする？どのセイバーを解放する？じゃあね。Yeah.